あ、こんにちは、坂本です。私のチャンネルの動画の再生数が、とうとう100万回を超えました。皆さんご視聴ありがとうございます。私のチャンネルの、動画なんですけれど、当初は日本ミツバチの飼育を中心に動画をアップロードしていました。入ったこれは、私が、初めて日本ミツバチを捕獲した時の、様子です。すごいですね。この時は非常に感動しまして、これちょっと皆さんに見せたいなと思って、それで、YouTube を通して、動画を公開しました。で、この他にも日本ミツバチの、飼育の動画をアップしてるんですけれど、続いてこちらは、日本ミツバチの採蜜の様子ですね。これ蜜を取ったっていう動画なんですけれど、初めて、採蜜をしまして、蜂に刺されないかどうかちょっとビビりながら、取りましたが、うまく蜂蜜を取ることができました。とても美味しい蜂蜜でした。それからですね、その日本ミツバチを襲いに、スズメバチがやってきたんですけれど、そのスズメバチを捕獲するという動画も、アップロードしてます。でですね、これがですね、非常に人気が出まして、私と私の子供のとぼけた会話が良かったのか、捕獲の様子が衝撃的だったからなのか、25万回以上再生されまして、私の初のヒット動画となりました。日本ミツバチの動画に関しては、まだ他にもいろいろとアップしてますので、再生リスト等を見ていただけると嬉しいなと思います。日本ミツバチの、動画以外では、弦の振動の様子を撮っている動画もあります。こちらがそうなんですけれど、オリゴシッタ現象といって、それを使って弦の振動を撮影しています。これはですね、私の大好きなバッハの曲なんですけど、それを弾いている様子です。その動画もアップしたりしています。それから、ですね、魚付きの動画もアップしていまして、私の年1回の夏休みですね、その時に友達と一緒に海に潜って魚を作っている感じになっているんですけれど、冬の頃は、潜るので精一杯で、つく様子を撮ったりしてる余裕はなかったんですけれど、最近は、ちょっと潜るのが多少潜りまして、大きな魚を撮ったりしてる様子が撮れるようになりました。これもなんかちょっと面白いと思うので、ぜひご覧ください。それとですね、子供たちと一緒にイベントに行ってる様子も、アップしてるんですけれど、これはですね、次世代ワールドホビーフェアっていうイベントがあってですね、ゲームとか、それからあと漫画とか、そういったものを展示してるイベントなんですけれど、これも非常に人気があります。で、これは定期的に、夏とあと冬かな、行われてて、毎回行って、子供たちと楽しみながら、イベントに行っております。この様子もぜひご覧ください。今紹介した、動画以外にも楽しい動画がありますので、ぜひ私のチャンネルの動画をご覧ください。で、これからも楽しい企画を、考えていきたいと思ってますので、ぜひ登録していただいて、で
今後とも私の動画を楽しんでいただければ、嬉しいなと思います。それでは、次の動画でお会いしましょう。明日の俺は一体何を食べているんだろう。